アンサンブルコンテスト、指揮者なし、5分以内の演奏、チーム編成は8人以下、北宇治高校吹奏楽部総勢65人、選ばれるのはたった1組、新任部長初めての大仕事、特別編響けユーフォニアムアンサンブルコンテスト、代表をかけた校内オーディションが始まる。